おおむね自民党が与党だったこの30年間で日本経済は残念ながらほとんど成長していません。今後自民党のままで経済は復活できるでしょうか。安倍政権が誕生してから、アベノミクスということで3本の矢を打ったんですよね。100年先の日本を考える、ルネサンス TV の時間になりました。今日はですね、自民党の伊藤隆議員に、お話をいろいろとお伺いできればなというふうに思っております。伊藤先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。経済についてご質問させていただきます。おおむね自民党が与党だったこの30年間で日本経済は、残念ながら、ほとんど成長していません。さらにアメリカなどの先進国と比較してもコロナ禍においてさらに傷んだ経済に対し、有効な財政出動はしていないのではと感じています。今後自民党のままで経済は復活できるでしょうか。具体的な政策があれば教えてくださいとのことでした。はい。安倍政権が誕生してから、アベノミクスということで3本の矢を、打ったわけですよね。で、一つは大規模な財政出動、そして異次元の金融緩和、そして、成長戦略ですよね。でこれこの安倍、ノミクスをやったことによって民主党政権時代に比べるといろんな経済指標っていうのは確かに良くなってます。有効求人倍率も全ての県で1以上になりましたし、株価も上がったとかですね、あるいは実際の名目 GDP も増えたとかってあるんですけど、実際おっしゃられるように、ものすごくこれが有効に機能してデフレから完全に回復できても完全な成長性、軌道に入れたかっていうとそうはなっていない。でその最大の理由は何かというと、3つのこの矢というのは間違ってないと思うんですけど、明らかにこの財政出動というのは弱すぎるんですよね。でやっぱりやってみて思うんですけど、金融緩和ではやっぱり成長戦略というか経済成長しないんですよね。やっぱりマネタリーフローという市場に対してお金をどんどん流さなきゃいけないんだけど、これを結局プライマリーバランスの黒字化といういわゆる財政再建というブレーキと一緒にアクセルも弱め、同時にブレーキがっつり踏み込んでるもんだから、なかなかここが前にどんどん進んでいかない。そこのやっぱり出動も弱いもんだから、成長戦略に関してもベンチャー企業の、誕生とか成長に対しても火がつかないというのが、ずっとあったんじゃないかな。ただやってたことは間違いないんだけど、やっぱりその辺のやっぱさじ加減というかあれが良くなかったんでしょうね。で、実際この自民党の党内においても財政健全派、つまりプライマリーバランスを守るべしっていう側と、いやいやそうではなくて必要なところにはきちんと財源を出すべきだよっていう派と、かなりやっぱりぶつかり合いを今でも繰り広げてます。でやっぱり財政出動派っていうのと、それからいわゆる財政健全派っていうのとやっぱり何が違うかっていうと、財源論のところでやっぱり随分隔たりというか、もともとやっぱり考え方の、なんていうんですかね、捉え方っていうのが全く違うなと思うんですよね。やっぱり健全派っていうのは基本的には、国の会計を家計のような感じで考えちゃってて、やっぱり税収に基づいた形での財政出動じゃないとおかしいでしょという感覚なんですよね。そして国債はやっぱり何でもかんでも発行しちゃいけないんだというスタンスに立ってます。で一方で財政出動派は別に何でもかんでも国債はバンバン発行していいんだよっていうような、いわゆる何でしたっけ、モナンマネタリーセオリー、M なんとかってありましたね、MMT 理論ですかね、理論に乗っかってるわけではないんだけれども、でも国債っていうのを一定程度発行をして、それによって原資を国が得て、いわゆるその建設的ないろんなものに投資をするということが、なぜその国民の借金になるんだって、それはおかしいでしょって、要はどの国もそうだけど、国債を発行して、一方でそれによる財産を作って、でその財産を作ったことによって、これを経済基盤の基礎、つまりインフラとして何世代かにわたって安全を保ったり成長を保ったりしながら、そしてその何世代か後にまた国債を発行することによって借り換えて、償還期限が来た国債を返していったりってすることをどの国も続けてますよね。でしかも、もっと言ってみたら、
この赤字国債みたいな、いわゆる財政のバランスに対するシートの中の赤の部分に建設国債みたいな、あのいわゆる、貸借対照表で見たときに財産項目が残るようなものを片方だけを捕まえて、これ借金ですって言って入れ込んでる国ってないでしょっていうことで言ってる側が、まあ、あの、まあ、我々の財政出動側なんですけど、近年はやっぱりそれがすごく党の中でも主流になってきてると思います。で、今まさに党内で来年度の予算方針に向けた、いわゆる骨太の方針、経済財政戦略の方針2021っていう2022を作ってるんですけども、まさにここでこうせめぎ合いをやってまして、もちろん我々が財政再建とか野放図な財政出動というのに許容しているわけではありませんよと。ただし、その財政規律を守るがゆえに財政あっての経済ではない、逆だろうと、経済あっての、もしくは国家の成長あっての財政じゃないかということで、順番を間違えるなということで、我々はやっぱり財政出動をもっともっときちんとやっていかないと、まあ、国は成長しないし、もっと言えば潰れてしまうと。で、実際にだって今回の 2,3 年のこのコロナの対策であったって、もう70何兆ぐらい払ってるわけですよ、出してるわけですよ。じゃあこの70何兆を出したことによって、なんか国の経済が、あるいはさまざまな指標がむちゃくちゃおかしくなってるかっていうと、そんなことは全くないわけですよね。でもその投資したことによって、やっぱりあの国の、あの一定期間かもしれない、まあ、今回のコロナで言うと、ちょっと建設国際的なものとはちょっと違うかもしれないけれども、まあ、安全が担保できて、なんとかこのコロナを乗り越えることが、できそうに今なってるわけですから、それは絶対に不適切な支出ではなかったわけですよね。もちろん細かく後から調べていくと、あのちょっとこれいかがなもんだったかなっていうのはあるかもしれないけれども、その時のいわゆる瞬発的な判断でこの財政出動したことに関しては、決して、ネガティブに捉える必要は私はないというふうに思っています。あの党内で、あの消費税、まあ、以外でもなんですけど、まあ、減税という議論はあったりしますかね、うん、という減税議論はないですね。特に言うといわゆる消費税を削るとか、一旦凍結しようというのはそれはありません。残念ながらそういった方向には持っていく方向にはなってないですし、まあ、持っていく気もないです。まあ、確かにあの家計が逼迫しているとか、価格高騰、そして、まあ、賃金が上がってない状況の中でっていうのはもちろんあるんですけども、これはちょっと政治的なあのテクニカル云々の話になるかもしれませんけれども、やっぱり消費税というあれだけの、まあ、国民の皆さんに痛手をお願いするようなものを、まあ、成立させて、それを一旦凍結とか、あるいは減額とかしてしまうと、もう二度とそれは上げられないですよね。あの残念ですけれども、やっぱり一定程度の税収っていうのを皆さんからいただきつつというのは、まあ、これはあの財政を考えるときの、まあ、あのなんて言ったらいいんですかね、倫理的な部分だと思ってまして、一定程度みんなサービスをに、まあ、良くするんであれば、一定程度のやはり皆さんで国を支えていきましょう、サービスを支えていきましょうという方向性っていうのは大事なんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、次はですね、ちょっとまあ突っ込んだ質問というか、岸田総理、岸田政権の評価は何点ですか、まあ、100点満点にしましょうか。で、その理由は、あと、この ここが不満だなど、物申したいことはありますかということですね。はい。あの、定量的に示す指標を持ってないもんですから、明確に何点というのはちょっと言いにくいんですけれども、あの、まあ、今の、あの内閣の支持率を、まあ、国民からの評価ですよね、これは。内閣の支持率が60% 台半ばぐらい今あって、まあ、各週末ごとに調査すると微増で上がっていってますよね。ある意味、まあ、それが国民の皆さんからの、まあ、現評価なのかなというふうに認識はしてます。まあ、だからまあ60点ちょっとっていうと、今のところまあ大体9段点というところは、まあ、もらえてるのかなというふうには思います。で特に私個人としてまあ評価したいところは、意外とあの、岸田総理、あの聞く耳ということで、あのよくいろんな人の意見を自分は聞ける耳を持ってる、そういうあの姿勢を持ってるんだということをご自分で言われているので、
いろんな皆さん、一部の皆さんや、いろんな方々の、まあ誤解があるのは、あんまり決めきらない方なんじゃないかなと、決断力がない、足りない、書いてるんじゃないかなと思われるかもしれませんけど、丹念に岸田政権のこの9月からの、昨年9月からの歩みを見ていくと、結構決めるのは早いんですよ。判断力ってものすごくあるなと思ってまして、ただ、いわゆるなんていうんですかね、いわゆるタカ派じゃないですよね。俺についてこいっていうパターンの方ではないので、なんか岸田さんが決めたっていうよりは、なんか気がついたら決まって進んでたねっていう感じの、すごくこうナチュラルというかですね、柔らかい感じで舵取りをされてるので、意外とバーンバーンと決めてる感じがしませんけれども、すごく短い、思考時間の中で決めなきゃいけないものを淡々と決めてるなという印象は私はあります。それと、岸田さん、岸田さんというよりは岸田政権、まあ、官邸全般的にですね、の、いい意味での特徴は、変なことに固執しない、プライドとかなんとか。例えば一番最初に A と言ってたことで、その実は A があまりはまらなくて、世間一般的にもやっぱり B なんじゃないかと、有識者とかいろんな人からもやっぱり B の方がいいんじゃないかっていう意見が出てきたら、そういう意見に耳傾けながら、もうある意味判断早く、すいません、A って言ってたけど変えます、B で行きますっていう、そういう本当に悪く言えば朝令暮改って言われるかもしれませんけど、まあ君主表現すじゃないですけども、自分たちが違うなと思った時にはすぐに襟を正して軌道修正をするタフネスさっていうのを持ってるので、ある意味私はこういう岸田政権みたいな柔らかさと柔軟性を持っている政権が本当の意味で憲法改正するんじゃないかなっていうふうな期待はしてます。うん、あとはそうですね、不満というのは実は私あんまりないんですよ、今。岸田政権に対して。というのは、党との関係もすごく良くてですね、若干前政権の菅政権の時は、ちょっとこう官邸がものすごく強くて、党内議論っていうのが軽視されてる嫌いがあった時はあったんですけど、今はきちんとすべからく党の中でもう、カンカンガクガクに議論をして、それぞれ の, 地域や、いわゆる、代表者である我々国会議員がある程度みんな納得をした中で決まった物事が進んでいってるので、ある日突然官邸が言ってますとか官邸の一部高官からのなんか発言ですみたいなのが出てこないという上では、なんか非常に挙党一致体制でみんながスクラム組んで頑張れてるんじゃないかなっていうのは感じますね。ありがとうございます。まあ、次もちょっと面白いご質問なんですけど、ゆくゆく、総理大臣のポストを目指していますか？もしそうなら、真っ先に、一番やりたいことですよね。やりたいことは何ですかと。結論から言えば、全くそういう方向性を目指してません。というか、それを言うと、何のために国会議員になったんだって怒られるかもしれないんですけど、これは私も国会議員になってから分かったことなんですが、衆議院と参議院って、ずいぶんやっぱり文化も違いますし、なんかこう、寄って立っているスタンス、理念みたいなものがずいぶんちょっと違うんですね。で、我が国は議員内閣制っていう制度を取ってるもんですから、三権分立って皆さん学校で習ったと思うんですけど、行政府である内閣と立法府である国会が近いんですよね。国会議員から内閣を作るんで、キャビネットを作るんで、大統領制とは随分違いますよね。アメリカの議会とホワイトハウスってやっぱりちょっと違うじゃないですか。ただ、日本の場合はほとんどの大臣が衆議院議員だったり参議院議員だったりするんで、近いですよね。でもそのほとんどが衆議院から選ばれるので、衆議院の皆さんってやっぱり自分たちの政治家のキャリアパスの中に、いずれは大臣、で、あわよくば総理って、それがやっぱり自分たちのキャリアパスの一番頂点だっていうイメージがあると思うんですよ。ところが、参議院ってやっぱりその大臣になる方ってもともと少ないですし、もっと言うと、衆議院が勢いとさまざまな
ぶつかり合いの中で、揉んで上げてきた法案の本当にこれでいいのかなっていう、審議したりない部分はないのかなっていう最後の調整役っていうのが参議院なんですよね。そうするとどちらかというと行政府に入りたいというよりは立法府に足をかけているっていう意識が強くて、自分たちが国会の最後の門番なんだっていう意識が強いんですよね。なのでどちらかというとああいうこう切った張ったでパフォーマンスをするというよりはじっくり腰を据えて、まあ、6年間もありますんで任期も政策を徹底的に議論してあらゆる多角的な方面から本当に間違ってないんだろうかっていう深掘りをしていくっていう、まあ、どっちかっていうと本当のいわゆる議員さんとしての職人的な意識が強いので、私もそういうところになんかこう誇りと面白さを感じてますね。で特に私の場合は全国比例区なので、まあ、職域の代表専門家としていわゆる安全保障とか、防衛ですよね、それから外交の専門家として、まあ、それをもう中心的にやってるわけですよね。でこれもし私が衆議院に鞍替えしたらそんなに安全保障だけできないですよ。自分の有権者がそんな安全保障ばっかり求めてる人じゃないんで。なるほど。やっぱり道路交通渋滞が激しいから早く国道を通してくれとかですね、あるいはなんかこう社会保障費が高いからどうにかしてくれとか、県内にあるその病床数が足りないからとか医者が少ないから連れてこいとか、あるいは今年の農産品の作付けが悪いからなんとか政府の補助の農産品補助高くしてくれとか、もういろんな要望に対して対応しなきゃいけなくなるんで、外交とか安全保障をもう深く掘り込んでいって、まあちょっとかじったぐらいの先生では、あるいは官僚でも及びがつかないぐらいのところまで研ぎ澄まして、そこにメスを入れていくっていうような仕事ってできないと思うんですよ。そういう意味で言うと、衆議院の先生の役割はそっちでいいんだけど、僕らは僕らの役割があって、そういうこうもうプロフェッショナルとして物事を深掘りして、最後の立法府の出口として、法律できてしまったらもう一人歩きしちゃうので、我々が最後に目を光らせてメスを入れて、余分なところは切除するし足りないものはそこに付け足すしっていうことをしながらチェッカーとしての機能を果たしていくっていうことを考えると、まあ参議院としての能力を高めていくっていうことに魅力を感じますね。あと先生ご自身の、なんていうんですかね、まあ、政治家をなぜ目指したのかっていうその思いの源泉の部分だったりとか、まあ、あと有権者の方にメッセージがあればお願いします。はい、私は10年間自衛隊の、まあ、最前線で航空自衛官として働いてきててですね、まあ、私自身が自衛官でしたから、皆さん一般の皆さんを守る側の立場にいたわけですね。守る、まあ、責務を感じてた、責任を感じててずっと10年間仕事をしてたんですけど、その割には制度もそれから装備品もさまざまな法律もそれを守りきるだけのものになってないことに本当にこう焦りを感じてました。このままだと本当に何かがあったら国民を守りきれない、そうなるとやっぱり私たちの責任を果たせなかったっていう、そのまあ重圧を常に苦しく感じてたんですね。でそのことをどんなに自衛隊の中で議論をしてもそれは解決をしません。で我々は外でそういうことを大きく公に発言することを許されてない立場でしたので、であればもうやっぱり変える側に行かなきゃということで、誰から引っ張られたわけでもなく、あるいは組織から押されたわけでもなく、自分の判断で制服を辞めて政治家を目指しますということで政治に行き、まあ、私親戚とか親父とかも全然政治家でも地方議員でもないので、もう本当に僕の親族の中では私が初めてなんですけれども、まあ、そういった思いでこっちに来ました。で初挑戦で初当選したのが今から12年前の自民党が野党だった時代の野党自民党で僕は当選してるんですけど、そういう意味で言うと、バッジをつけてから最初の2年ちょっとは野党なので、何も自分の発言が、政権運営に使われることがないと、まあ、役に立たないと。で政権取り戻してからは、まあ、ずっとそれを言い続けるんですけれども、なかなかやっぱり一人の力では変わらない。もちろん佐藤正久さん、ヒゲの隊長ですね、先輩とかがいっぱいいるんで、みんなで協力してやっていくんですけど、でここ12年経ってようやくいろんな物事が
結集してきたな。自民党の中で国防の重要性とか防衛費の増額2倍に上げろとかいうことが、何バカなこと言ってんだよって言われなくなった時代になったんですね。でそれをまた国民の皆さんがある一定程度の割合でその通りだと、やるべきだというのを言ってくれるような環境になってきた。やっぱり10年以上かかってしまったなというふうに思ってます。でも裏を返せばなんとか間に合ったっていう気持ちもありまして、皆さんご存知のように中国の経済というのはアメリカの経済を相場抜きます。早ければ6年遅くても10年以内にというような指標が出てます。ということはアメリカを抜いて中国が世界一の軍事大国になるわけですね。私たちには実はそれぐらいの時間しかもう残されてないんです。その間に私たちがそれなりの備えをして、一番いいのはその備えによって中国が台湾侵攻あるいは尖閣に手を出すことをためらう、そこにブレーキをかけて戦争を起こさせないようにするっていうのが一番最高ですし、仮に彼らがちょっかいを出してきても最小限の被害でそれを食い止めて追っ払う、排除することができるだけの力を備えておく、そして我々だけの力ではなくてそれをみんなで国際社会で連携しながらですね、同盟国と連携しながらその準備をしておく、それがまさに今求められているんだろうと思います。ある意味それを占うための参議院選挙なんじゃないのかなと思いまして、もう我々政治家はもう随分変わってきました。自民党の中にもですね、あと最後の一押し、仏に魂を入れる作業をやってもらうのはやっぱり民主主義国家なので有権者の皆様にそれは頼るしかないんですね。我々の国が中国やロシアであれば、自民党が決めたことで物事が動くんです。ところが私たちは民主主義ですから、私たちは提案はできますけれども、それをそうだってやれというのはやっぱり有権者なんですね。よって、今回ウクライナで戦争起こってますけれども、これは民主主義対、独裁国家の戦いです。我々が民主主義を守ろうというのであれば、自分たちの意思を反映させていただきたいなと。それぞれお考えがいろいろあるでしょうから、いろんな公約を見た上で、どの政党に入れるとか、誰に入れるっていうのは、よく判断をしてくださって、ご自分で判断をしていただければ、それ一つ一つが大切な選択だと思います。ただ一番良くないのは、その選択をしに行かないっていう人が約半数いるわけなんですね。2人に1人は、やっぱり自分たちの未来に対して、与えられているこの投票権という大事なこの一票、大事な有権者に与えられている戦いの切り札というのを使おうとしないわけなんですよね。これをやっぱりみんなで使っていこうと、民主主義を絶対守ろうと、どっちのスタンスにいたとしても右にいても左にいても民主主義を守りたいということには変わりがないと思うので、まずはやっぱりきちんと皆さんで国を考える、その土台に立った上で判断をしていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ今日は後藤先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。貴重な機会でした。